ブルベージュのオーラです。11月の18日、ニューカビですね。ブルベージュ本店とフェイクアルファ&ブルベージュの方でニューカビになります。今月も、たくさんですね、かなりの見応えある内容になっているかなと思います。ちょっとざっくりとした感じになっちゃうんですけども、商品紹介させていただけたらなと思います。まずは、チャンピオン T シャツになるんですけども、こちらですね。まずもうこちらのプリントめちゃくちゃいいプリントだと思います。15個フロントですね。X 入っていて、70年代バータグのラージ表記。で後ろも、はい、同様のプリント。で、この辺にもね、フットボールティーだったりとか、このグレーシモフリー、V ネックの、プリント入り、珍しいですね。染み込みプリントです。だったりとか、ブラウンも入ってますし、はい、この辺も、青シモフリーの染み込み、3段ですね。ハーバード胸染み込みとか、この辺のランタグの T シャツも入っております。はい。で、あとは、プリンストンの黒ボディのフットボールですね。はい。サイズが80年代のラージ表記です。はい。だったりとか、この辺の、まあ、王道のね、フットボール系も、この辺は入っております。ノートルダム。はい、緑ボディも入っていて、はい。赤ボディも入っております。そして、フットボールで一番ね、まあ、フットボールっていうっちゃあれなんですかね。まあ、ロンティーになるんですか。これが内側のですね、こちら脇の方に、こちらなんですけど、チャンピオンのランタグ、こちらがついております。ちょっとすいません、向きがこれなんですけど、ラージ表記になっておりますね。はい。ネイビーボディでラバープリント、3段か。めちゃくちゃいい T シャツだと思います。はい。だったりとか、チャンピオンではないんですけども、こちらのブランド、サイズがミディアム表記、白ボディのこの、めちゃくちゃいいですね、この雰囲気。はい。だったり、ナイキの T シャツですね。80年代。コンタグのミディアム表記。赤ボディの肩掛けです。だったりとか、はい、黒ボディ。次は黒ボディです。こちらも表記はミディアム表記です。はい。あとはジョーダンですね。こちらも80年代コンタグの、こちら L 表記です。はい。バックもこういった感じ。状態も全然いい方だと思います。続いてシャツ類のご紹介ですね。まずラルフローレン、こちらですね。タグの方がこちらで L 表記。そして、100% リネンボディです。はい。そしてコンディションもバキバキのいいシャツ。はい。そしてこちらですね。04の解禁シャツになっております。こちらのタグでミディアム表記です。黒ベースに、オレンジと赤。めちゃめちゃ渋いというか、こう、大人な配色。かなり悪い感じしますね。そしてプリントネル、こちらですね。タグの方がこちらになっております。サイズが17の表記です。はい。そして赤黒のこちら。はい。めちゃめちゃいいシャツだと思います。そして、US Air Force ですね。こちらのシャツになります。はい。ちょっとね、インジの方がこちら、14ハーフサイズですね、になっております。はい。ちょっとユーズド感はありますけども、全然まだまだ着れる状態だと思います。そしてこちら、リーバイスのサドルマン。こちらのタグですね。サイズが14ハーフの表記になっております。結構珍しい柄かなっていう一枚です。はい。うん。そして、デニムシャツ。ちょっと僕個人的にはおすすめです。今回入荷のデニムシャツ。まずラングラーからですね。こちらになっていて、サイズは16ハーフの表記ですかね。ちょっと落書きで少し見えづらくなっていますけども、サードです。そして、胸ポケットの方の W のステッチがレインボーステッチになっております。なんかちょっと僕個人的に、わって思っちゃいました。ちょっとね、首元だったりとか少しスレ感はあったりしますけども、めちゃくちゃいい雰囲気だと思います。はい。フルスナップのサード。そして、デッドストック。こちらですね。フォアモスト。ペニーズのフォアモストです。この紙タグも残っていて、サイズが17の表記です。はい。水が通っていないのもあっても、マッコンコンです。はい。めちゃくちゃいい状態。そしてサイズもでかい。こんな条件揃ったいいシャツはなかなかないと思います。そして、リーバイスのデニムファミリー。こちらですね。はい。タグになっていて。で、こちらに関しても、結構色残ってる方だと思います。はい。サイズ感がね、15から15ハーフぐらいでしょうか。その中、めちゃくちゃ大きいサイズっていうわけではないんですけども、全然着れる方いらっしゃるサイズ感だと思います。そして、これもちょっと僕個人的に、うわーいいなって思ったんですけど、リーライダース、ライダーシャツですね。はい。サイズが14ミディアムの表記です。はい。そしてこちらに関しても結構な色残りだと思います。ちゃんとピスも胸元ですね、残っていたりだとか、はい。致命的なダメージの全く見受けられないです。はい。これサイズいける方、本当に言っといた方がいいと思います。めちゃめちゃ、
はい、球数も少ない1枚です。続いてリバースイーブのご紹介です。まずこちらレアカラーですね。目つきのボディなんですけれども、こちらなんですが、はい、この状態でデッドストック、水が通ってない状態になっております。この裏肝ですね、めちゃくちゃ柔らかいです。はい、だったりとかこのパーカーですね。はい、こちらなんですが、タグがこちら、はい、80年代のこのリバースイーブタグじゃなくて青タグの方になっております。そして L 表記、そして目つきのグレーボディですね。はい、状態も間違いないと思います。そして、こちら目出しのタイプです。若干ツートンっぽいですね。タグの方がこちら80年代、サイズがミディアム表記です。はい。あとは、こちらも状態めちゃくちゃいいんですよ。これが90年代、サイズがミディアム表記です。で、こちらもね、おそらく水は通ってない状態だと思います。裏肝の状態からして。はい。それもあるの現状ね、普通に L ぐらいある感じのサイズ感になっております。はい。そして、こちら、単色タグの年代ですね。70年代に入っていきます。こちら、青単色の S 表記です。はい。そして、紐ちょっと変えられてはいるんですけども、この紐ついていて、はい、コンディション自体はね、特に致命的なダメージは全く見受けられないです。はい。そして、こちらも単色タグですね。はい。こちらで、はい。青単色のミディアム表記です。ちょっとね、このハトメ周りだったりとか、フードの入り口、少し擦れてる印象はありますけども、はい。あと、ポケット周りもですね、この辺にちょっとちらほら、ダメージ感は見受けられるんですが、全然切れる状態だと思います。はい。そして、こちらですね。こちらなんですけども、タグがちょっと切られてはいるんですが、ランズエンド、そのダブルネームのタグですね。このボディ、このプリントで、ランズエンドの、タグのボディは僕は初めて見たかなと思います。めちゃくちゃ珍しい一枚ですね。袖にもプリント入っております。はい。続いてこちらなんですけれども、これ、ちょっと個人的にすっごって思ったんですけど、モックネック、このポケットがついてるタイプですね。に対してプリントが入ってるもの、めちゃめちゃ珍しいと思います。はい。こちらも入荷しておりますね。はい。そしてお次なんですけども、パーカーですね。まあ、言わずと知れたじゃないですけど、もう人気どころ、オハイオのこちら、タグが90年代ミディアム表記で、このかすれ具合めちゃくちゃ雰囲気いいと思います。それでいて、こうなんかダメージ感がひどくないっていうのがめちゃめちゃいいところかなと思います。はい。そしてこちらもプリントのパーカーですね。こちらが90年代、サイズが XL 表記です。そしてこちらですね、ブリーチでちょっとこの色になったのかなっていう仕上がりなんですけど、胸にワンポイントでこちらラバープリント入っていて、バックにもこちらですね、入っております。そしてこちらめっちゃ僕おすすめですね。80年代の XL 表記です。そしてグレーボディに染み込みのプリントなんですけども、こちらがバックにもこの感じでプリント、染み込みです。はい。これは結構競争率高いかなと思います。そしてこちらですね。お次はブラウンのパーカーですね。こちら80年代の L 表記です。ちょっとダメージ感がね、このフード周り、ちらほら見受けられるんですけれども、ラバープリント一段でブラウン入っております。シンプルにいい一枚ですね。そして、この辺も人気どころですね。イェールのリバースです。タグの方がこちらで90年代サイズが L 表記になっております。はい。そして、イェールのプリントもラバーで1段入っております。はい。コンディションもね、かなりいいと思います。うん。そして、ネイビーボディのイェール。この鬼かすれ具合。めちゃくちゃ雰囲気いいです。まあ、ちょっとね、ダメージ感、この首元のリブ周りとか肩周りとかも少しね、ダメージ感あったりとか、あとブリーチの飛びっていうのもあるんですけど、逆に、このプリントの雰囲気なので、ここはもうありなんじゃないかなと思います。めちゃめちゃ雰囲気いいと思います。はい。続いてこちらリバーシブなんですけど、ミリタリーものいっちゃいます。US ネイビーのニューポートですね、こちら。タグの方が90年代、サイズが L 表記です。はい。と、こちらも続いても、こちらミリタリーのプリントだと思います。タグはね、ちょっと欠損してるんですけども、はい。このボディの質感からして70年代の単色タグのつく年代で間違いないかなと思います。緑の染み込み。なかなか出ないですね。はい。そして、こちらから単色タグの、単色以前のモードですね。こちら青単色、サイズ XS の表記です。グレーボディに黒染み込み4段。はい。まあ、XS って表記ですけど、程度めちゃくちゃいいです。これ、
女性ももちろんいいんですけど、着れる男性めちゃくちゃお得だと思います。はい。そしてパーカータイプですね。こちらが赤単色のミディアム表記です。はい。ちょっとこれ、ね、擦れてはいますけども、はい。このプリントの感じと、はい。致命的なダメージは全くないです。この腰リブ、しっかりツートン仕様になっております。めちゃめちゃいい。そしてこちらですね。グリーンボディ。こちらが青単色の L 表記。そしてカルポリ。ラバープリントで入っていて、バックにもですね、こちらに入っております。はい。多少ね、こうダメージ感というか使用感あったりするんですけど、めちゃめちゃ雰囲気いい一枚です。はい。そしてこちら、こっからいきますよ。叩きタグの年代です。こちらミディアム表記です。はい。白ボディにこちらしかもプリントがね、これフロッキーなんじゃないですか？このプリントはめちゃめちゃいいと思います。うん。そして白ボディです。いいですね。かなり使える一枚かなと思います。で、こちらもいいです。叩きの、すいません、こちら S 表記になっております。スモールですね。で、こちらグレーボディなんですけども、はい、こちらがプリント、水色染み込みの4段です。いや、これね、サイズ、L、XL とはちょっといくらつけるんだろうなっていう一枚です。めちゃくちゃいい。そして、こちらもなんですけど、叩きタグ。こちらでミディアム表記になっております。叩きの最終ですね。はい。このタグの年代、好きな方多いイメージですね。そして、グリーンの染み込みプリント3段。ちょっとね、ポツポツっとやれ感はありますけども、逆に、この雰囲気、はい、お好きな方多いと思います。ぜひ、おすすめ。続いて、こちら、レギュラースウェットからヴィンテージスウェットまで、ちょっと一気に紹介いたします。こちらがミッキーなんですけど、チャンピオンボディなんですよ。こちら70年代、XL 表記しかも。はい。そしてこのバッキバキの状態です。裏なしのフロントのみ。はい。めちゃめちゃいいです。そしてヴィンテージスウェット入っていきます。こちらタグなしですけども、グレーボディにこちら、はい、プリントが入っていて、青のプリント、いいですね。はい。こちらも入荷しております。そして白ボディですね。まあ、この辺は、はい、好きな方めちゃめちゃ多いですよね。はい。これで、バックは特に何も入っておりません。うん。そして、こちらも、こちらタグ付きだ。ヘインズウィンドシールド。サイズ L 表記です。白ボディに赤のフロッキープリントですね。はい。これも入っていて、あとはですね、こちらも、この辺も入っているんですが、これ、黒ではないです。濃紺。めちゃめちゃ濃いネイビーだと思います。こちらチャンピオンのランタグ。はい。サイズミディアム表記です。はい。めちゃめちゃいいな。そして水色ボディのこの辺も、ちょっと雰囲気系ね、入ってたりするんですけど、黄色の前振り、そして黒染み込みだ。はい。めちゃくちゃこのプリントもいいと思います。ちょっとブリーチ感だったりとか色抜け、多少見受けられるんですけれども、はい。これはね、いいな。はい。そして、インディアンヘッドですね。お次なんですけれど、こちらが2枚入っております。こちらです。はい、タグはどちらも付いておりませんが、サイズ感もめちゃくちゃいいです。はい、そして、黒ボディ。こちらが、はい、タグ、こちらも付いてはいないんですけれども、フロッキープリントですね。はい、そして、こちらもサイズ感めちゃめちゃいいです。ダメージも全然見受けられない。めっちゃいい黒の。ヴィンテージセット。そして、こちら、スプルースのフルジップパーカー。こちらですね、サイズ L 表記です。はい。そして、縮みもね、そんな激しくは出ていなくて、全然僕でも着れそうなサイズ感です。はい。めっちゃいいフルジップのスウェットパーカー。そして、こちらなんですけど、はい、ナスコンネイビー。そして、こちらが被りなんですけれども、そして、これですね、バックなんですよ。こちらに、プリントが入っています。めちゃくちゃかっこいいな、これ。これはね、サイズ感にしてもね、ほんといいサイズだと思います。そしてこちらですね、ちょっと年代新しくなっちゃうんですけど、80年代、ラッセルの XL 表記。そしてネイビーボディの2プライ、ダブルフェイスの仕様ですね。そしてイェールのプリントはラバーで入っております。はい。しかも状態もいいですし、この年代っていうところでコンディションがめちゃくちゃいいです。ぜひおすすめ。続いて、ベスト類です。まずベスト1枚なんですけど、こちら、オルテガのベスト。サイズが44の表記です。
はい。そして、この色味、ラベンダーっぽいこの色味、あんま見かけないかなと思います。若干色移りとか色焼けが少しあるんですけど、サイズもそうですし、状態も、はい、ダメージ感全くなくて、めちゃめちゃいい一枚です。そして、ポロカントリー、こちらですね。コットンのガウンです。サイズが L 表記。はい。そして、こちらの配色もね、珍しい一枚かなと思います。そしてフリースに入っていきます。この時期って言ったらあれなんですけど、パタゴニアですね。まずこちらのタグです。はい。雪なしタグ、サイズが L 表記。こちら、レトロ X ですね。はい。こちらもいいですね。そしてクラシックレトロ、紹介いたします。こちらが、こちら、サイズですね。こちら S 表記になっております。はい。この辺もね、かなり好きな人多そうなイメージ。そしてこちらに関してもクラシックレトロですね。タグがこちらで、はい。すいません。ちょっと見えづらいですかね。でサイズの方がこちらで、はい。こちらも S 表記です。でネイビーボディですね。はい。そしてこの辺も、はい。結構入っております。ちょっとね、グリセード。この辺かな。プルオーバーのグリセードです。こちらサイズ L 表記になっております。コンディションもめちゃめちゃいいですね。はい。あとは、はい。ちょっとグリセードこちらにも入ってるんですけど、ちょっとこれが紹介したいです。パタゴニアのレギュレーターシリーズ R2 のマーズです。こちらのタグです。サイズがミディアム表記。はい。そしてコンディションもユーズドではあるんですけども、全然まだまだいけます。はい。これはね、好きな方多いイメージですね。あとはタフジャケット。こちらも入っております。パタゴニアですね。こちらでサイズなんですけど、こちら S 表記になっております。はい。そしてフード付きのコンディション、嬉しいですね。フード取られちゃってるもの結構多いんですけど、このなんかマーズカラーというか、この辺は押さえておいてもいいんじゃないでしょうか。はい。続いてこちらナイロンジャケット2枚あるんですけど、紹介いたします。まずがタグがこちらですね。サイズ L 表記です。はい。ジョーダンのシリーズ。こちら黒ボディに青の切り返し。いいですね。はい。こちらになっております。そしてもう一枚ですね。こちらなんですけど、ナイキの、こちらのオレンジタグ、サイズがミディアム表記。そして、フルオーバーです。風車になっております。コンディションがね、バッキバキです。裏にもしっかり入っております。そして、こちらなんですけども、50年代ぐらいですかね。タグがこちらになっております。スリーピングバッグで入っていて、サイズがこちら、S 表記になっております。はい。そしてこちらですね。これもめっちゃ状態いいな。はい。かなり気の利いたジャケット。いいと思います。そして次なんですけど、ここからちょっとエディバウアーとユエバっていうアイテムが入っているので紹介いたします。まずスカイライナー2着入っております。こちらなんですけど、こちらですね。まずは。はい。サイズの表記はちょっと取れちゃってるんですけども、かなり大きめです。はい。実に44ぐらいは全然あるんじゃないですかね。という一枚と、もう一枚がこちらですね。サイズ感が46の表記になっております。はい。これしかもね、結構パンパンに詰まってて、コンディションもかなりいいと思います。うん。そして、次がこちら、オールパーパスも2枚入っております。はい。まずこちら、オリーブの方なんですけども、こちらのタグですね。はい。サイズ表記がね、ちょっと読み取りづらいんですけど、S 表記かなと思います。ちょっと小さめの、小さめサイズ感ではあるんですが、状態がいいです。はい。そしてネイビーボディ。こちらなんですけど、こちらも紙タグ。こちらになっていて、こちらでミディアム表記ですかね。はい。になっております。こちらもコンディションは決して悪くないと思います。はい、続いてこちら LL ビーンのストームコートです。はい。タグなんですけど、こちらですね。ちょっと紙タグ読み取りづらいんですけども、こちら L 表記かなと思います。はい。まあ、タグはこの状態ではあるんですが、コンディションはかなりいいです。はい。こちらも入荷いたします。そして、お次なんですけれども、まずこちら。タグをちょっと見ていただくと、こちらですね。ウール H のタグが貼られているんですが、サイズはミディアム表記です。こちらですね。ちょっとめくっていただくと、こちらになっております。LL ビンのタグがついていて、はい。そして、内側のこちら、ドローコードのところですね。ウールリッチのものが使われています。こちら、オリジナルのものです。はい。めちゃくちゃ珍しい一枚だと思います。
本当に数十着に一着見るかどうかぐらい確率かなと思います。コンディションもめちゃめちゃいい。ぜひおすすめです。続いてミリタリーアイテムのご紹介です。まずこちらなんですけど、ファティーグジャケットなんですね。レッドストックの状態が入っております。フォースタイプのリップストップのものなんですけど、XL レギュラーの表記。そしても完全に水は通っておりません。はい。だったりとか、サードのノンリップもですね、この辺2枚入っております。はい。あとはセカンド、こちらですね。サイズの方がミディアムレギュラーの表記です。はい。こちらも、はい。いいやつが入ってます。そして、US ネイビーのセーターだったりとか、はい。ちょっとし変わり種だと思います。あと M4 ジャケット、こちらですね。ちょっとタグなしなんですけれど、入荷しております。そして、こちら P44、こちらもですね、入っておりますよ。しかもコンディションめちゃくちゃいいと思います。はい。こちらですね。あとは P41、こちらですね。これ、めちゃくちゃ状態、バッキバキ。はい。42。この表記も読めて、はい。そして、ステンシルもしっかり入っている。めちゃくちゃ状態いいと思います、これ。はい。でかいのないですね。はい、すみません、突然登場。そして、こちらですね。ASMC のダックハンター。こちらも、いやー、ちょっと久々に入ったっすね。今ちょっとこうね、文字も書いてたけど。やっぱこう、ダブルステッチのね、襟がいいですね。コンディションもいいっすね。はい。色味はいいね。黄色いですね。黄色い方がいいね。うん、そして、この MA1 の鴨柄、ウッドランの鴨柄なんですけど、タグがこちらですね。サイズ表記。ちょっと見てください、これ。XL 表記です。このサイズ感はね、めっちゃいいと思いますよ。はい。かなり今っぽく着れると思いますし、需要もめちゃくちゃ多いところだと思います。はい。そして、43の、ライナーですね。ライナーのパーカータイプになっております。はい。ほんと、今の時期ね、ちょうどいいんじゃないですかね。あとは、スノーパーカー、この辺も入ったりとか、あとは、このデッキジャケットになるんですけども、こちらがですね、ウエスタンコスチュームのものになっております。本ちゃんの方ではないんですけれども、ちょっと内側、この脇の部分だったですかね、に入っております。しっかり。で、バックにも、こちら、ステンシルが入っております。はい。このね、映画の時に多分使われてたんじゃないかなっていう一枚です。はい。名前が入ってたね。うん。はい。続いてこちら N2A ですね。こちらのタグです。サイズがラージ表記。そして左肩だ。エアフォースのマークもしっかり入っていて、これもコンディションめちゃくちゃいいですね。リブとかもね、まあ、これぐらいはね、ちょっとご愛嬌かなと思っていただきたいんですけれど、全然着用に支障ないぐらいだと思います。うん、ラージ表記、いいですね。いいですね。大きすぎなくてめちゃめちゃ使える一枚だと思います。続いてデニムジャケット類ご紹介いたします。まずこちらなんですけど、ラングラー、こちらですね。はい、タグがこちらで、サイズが42の表記、11MJZ になります。はい。これね、めっちゃ色いいです。こちらになっております。うん。そして次なんですけど、リーですね。リーのジャケット、今回結構僕はいいなと思っていて、はい。102J、ウエスタンのモカですね。40レギュラーの表記です。はい。そして、コンディションもね、結構いい方だと思っております。はい。この感じです。バックもこの雰囲気。はい。そして、もう一枚。モカが入ってるんですけど、こっちの方が色は濃いっていう。つまり、こっちの程度がいいってことですね。しかも、サイズ表記44の、これ、ロングだと思います。はい。これ、ちょっとね、正直欲しいなって思う一枚です。これはちょっと、めっちゃおすすめです。はい。そして、リーの 11LJ、ストームライダーですね。こちらで、サイズが48の表記。そして、こちらも色味はまあまあ残ってる方だと思います。はい。で裏面もこういった形ですね。はい、そして、もう一着、ストームライダーですね。こちら入っていて、こちらに関しては、サイズが36なんですけど、はい、このブルーライナー、50年代のものになっている。そして、このマッコンコン。こっから色落ちがね、すごい楽しみな一枚。めちゃくちゃいいです。
そして、70505びっくりのブランケットなんですけど、ちょっと見てください。このペンキの雰囲気。そして、この袖。ちょっと、やばくないですかこれ。もう、こっからもうほんと、なんかもう、ほんと、あと数回着て、なんか色落ち楽しむだけっていう感じの。そして、こちらなんですけど、紙タグが残っているっていう。はい。めっちゃこれ雰囲気いいと思います。実寸でサイズが44だったかな、はい。ぐらいあって、余裕で僕もね、着れちゃうサイズ感。めちゃくちゃいいジャケットです。そして、ダブルネームですね。557と70505。サイズが46。そして、はい。均等類の赤タブついていて、この色味です。まあまあ、濃いっすよね。ダブルネーム激レアですね、はい。そして、サード。こちらですね。557XX。紙パッチ残っていて、サイズ表記36の表記。はい。で、XX 表記あるんですけど、裏薄ではないタイプです。はい。これもね、コンディションは抜群だと思います。全然ダメージ感はないです。そして、こちらが、こちらも 557XX。そして、こちらなんですけども、最初、実に40ぐらいだったかな。で、こちら、パッチは欠損してるんですけれども、カフスの方ですね。こちら、ステッチが抜けていて、切り返されてる。ので、ギャラ入りの年代で間違いないかなと思います。もちろん、裏薄の仕様。そして、ボタン裏。この2番目が確かわかりやすいんですけど、この向きですね。ちょっと伝わりづらいですかね。17番の刻印になっております。ギャラ入りの、ほんと初期のものですね。はい。そして、こちらが558になっております。こちらなんですけど。パッチは欠損していますが、この着丈、この、シルエットからすると558で間違いないと思います。はい。そして色味もそうなんですけど、状態もめちゃくちゃいいです。558、ほんと圧倒的に球数少ないです。そしてセカンドですね。2枚入っていて、こちらなんですけど、はい。パッチは欠損しております。で赤タブの方もこちらですね、欠損はしているんですけども、この色残り、そしてこの状態の良さ。実寸サイズは36ぐらいですかね。ちょっと小柄な男性だったりとかに限られちゃうサイズ感ですけども、はい。めちゃめちゃ色もいい一枚です。そしてもう一枚のセカンドですね。こちらなんですけれど、はい。こちらもパッチの方は欠損しております。はい。ただ赤タブもしっかりついていて、うん。そしてサイドですね。こちら、ハギがついております。そしてこちら、もう映像で見ても伝わるじゃないですか。この、結構大きそうだなっていうのが。実寸サイズ42あります。はい。僕もね、着用したんですけど、全然余裕で着れちゃうサイズ感。そして、この色味、まあ、決してマッコンとかではないんですけれども、ダメージ感本当に少ないです。はい。これはちょっと僕も、はい、個人的に接客したい一枚です。めちゃめちゃいい。続いてパンツ類のご紹介です。パンツもね、今回結構量あって、軍パンここなんですけど、このミリタリーのスウェットパンツ。この辺のね、US ネイビーのスウェットパンツだったりとか、L 表記です。こちらで。はい。そしてコンディションバッキバキなんですよ。こちらっすね。はい。これもいいですし、まだあります。この辺もね、スウェットパンツあったりとか、はい。あと、これも US ネイビーだっけな。こちらもね、確か US ネイビーなんですよ。こちらのタグですね。はい。サイズがこちらでミディアム表記です。はい。これもね、全然ダメージ感少なくていいコンディション。いいもんです。そして、USMC ですね。P58 になります。こちらなんですけれども、2本入っております。こちらですね。はい。あとは、こちらですね。ダックハンターの P44 になります。こちらになりますね。はい。実寸がウエスト32インチ、レングスが28インチ。サイズバランス完璧。そして、こちらですね。40年代の US ネイビーのデニムパンツも、この辺入っております。はい。こちらですね。色もかなりいい色してますよ。はい。続いてこちらですね。ユーティリティパンツ。ユーティリティパンツもね、これだけ入ってるんです。数本入ってるんですけど、こちらが、はい。アルミジップの1本です。
はい。そしてサイズ表記がこちら3、4レギュラーの表記になっております。はい。これもめちゃくちゃおすすめの1本ですね。かなり人気どころだと思います。そして、ちょっとデニムパンツ類に入っていきますか。まずラングラーですね。こちらが 11MWZ になります。タグがこちら刺繍ですね。はい。3235表記。はい。そしてこの色味めちゃくちゃいいですね。実寸がウエスト32インチ、レングスが34インチです。はい。足も長いです。ぜひ。続いてこれなんですけど、リーバイスの517になります。こちらですね。パーチが残っている3インチ30表記。そしてスモール E のシングルステッチ66前期と同じ年代ですね。そしてこれ僕個人的にめちゃくちゃおすすめです。見てください。この超いい色。はい。バックもこんな感じ。実寸サイズがウエスト30インチのレングスも30インチ。3030。めっちゃいいと思います。これ。はい。続いてこちらなんですけど、リーバイスの518になります。パッチもこの感じで残っていて、インジェネ肉眼だと確認が取れます。518で。ウエスト34インチ、レングスが30インチ、3430表記。そして、フラッシャーも残っていて、もちろんびっくりですね。はい。ちょっとね、気持ち保管時の汚れが少しあるんですけども、このボディの色なので、選択していただければ、ある程度落ちていくかなと思います。はい。正真正銘のデュートストック。めっちゃいいです。そして、こちらですね。501のレッドライン赤耳モデルですね。に入っていきます。こちらなんですけど、パッチが残っていて、ウエスト36インチ、レングスが30インチの表記です。赤玉はもちろんスモールEですね。そして、このマッコンコーン。この毛羽立ち残ってる状態です。はい。実寸がウエスト34インチ、レングスが28インチです。3428。いいバランスですね。そして、もう一本ね、こちらで、66前期だ。すいません。これはね、ちょっと好きな人、僕は個人的に、うわーっと思ったんですけど、66前期、こちらで、はい、実寸がウエスト32インチ、レングスが30インチ。はい。このね、な雑な感じのリペアの雰囲気、そしてこの縦に落ちてる、この色落ち、めちゃくちゃいい一本だと思います。はい。そして、ビッグインに入っていきます。ちょっとね、ビッグインはね、もうこれ一本にしちゃおっかな。結構ね、数入ってるんですけど、これがね、ちょっと群を抜いて良すぎるんですよ。こちらですね。ウエスト36インチのレングス31インチの表記。赤玉も当然残っていて、ここでね、毛羽立ちが確認できるんじゃないでしょうか。はい。で、このマッコンコンですね。はい。めっちゃいい色っす。実寸サイズ、ウエスト35インチ、レングスが29インチです。これはもう乗り付けコース確定かなと思います。そして、ダブル X もね、ちょっとこれ、ちょっと小さめサイズが今回ね、正直多いものにはなっております。その中で、ちょっと一本いいやつですね、これ。ゴマシダブル X の、はい。レザーパッチ、この状態に残っていて、赤タブがレジスター入っておりません。ということは、片面タブですね、こちら。はい。そして、この程よい色落ち。めっちゃ雰囲気いいですよ、これ。ちょっと、ぜひ実物見ていただきたいです。実寸サイズ、ウエスト32インチ、レングスが33インチです。3233。はい。このサイズ感ハマる方、ぜひ行ってほしいなって思う一本です。蜂の巣なんかもね、めちゃくちゃいい感じに出てます。はい。続いてちょっとバック類、小物類ですね。ちょっと紹介したいんですけど、結構ね、バック類いい感じで、こんな感じですね。このパッキンの中とかに。はい。こういった感じで入っているんですが、ちょっとね、この二つ、ちょっと特別いいやつを紹介したいなと思います。まずこちらなんですけど、タグが、はい。内側ですね。こちらに入っていて、筆記体、LLBの筆記体のタグがついております。そしてこのパープルですね。はい。ちょっとネームですかね。入ってはいるんですが、はい、めちゃめちゃ雰囲気よく仕上がってる一点かなと思います。そしてもう一点。こちらもパープルです。ただこちらに関しては、この位置にタグがつくんですけど、はい、筆記体ではありません。
こちらに関しても使用感見られますけども、程よい、はい、使用感かなと思います。こちらでこのサイズ感です。はい、続いてスニーカーを1点ご紹介いたします。こちら、コンバースのチャックテイラー、ヒールパッチですね。こちら、三つ星のヒールパッチ。こちらになってて、インソールですね。こちらなんですけれども、こちらのインソールが使われております。はい。そしてサイズ表記なんですけど、こちらですね。10の表記になっております。はい。こちらも明日入荷いたします。以上で商品紹介は終わります。ちょ、僕はインスタ見てないですか？あ、これ、一番大事ですけど。これ、スニーカーで一番目玉ますよ。スニーカー一足で。勘弁してください、これ。黒のスーパースター。めちゃめちゃ久しぶり。スーパースター、こちらですね。ちょっと、はい、入荷しております。すいません。ますよ。こちらで、フランス製のスーパースター、こちらですね。はい。サイズ表記がですね、この、ちょうどここの内側、この、ここに入ってるんですけど、9ハーフの表記かなと思います。はい。USA10 とか、そうそう、UK で9ハーフっていうことですかね。になっていて、状態に関しても、この状態です。はい。そして、トレフォイル入ってなくて、70年代。めちゃめちゃおすすめの一足。はい。もう、ラストかな？あ、それ、今、すごいのが届きました。おー、じゃあ、やばいのが。ちょっとすごすぎません？さすがに。ファース、ちょっと待ってください。これ、ちょっともう、ダメっすよね。もう、つけてきた、つけてきた。あー、おこれ、レザー、まあ、ファースレザーか。で、スライドバックル？スライドバックルだけど、はい、ずれてる。ずれておりますね。なんで、いわゆる過渡期、1950年とかですね。で、レザーパッチ見ていただければ、ほぼもう、完品の42です。実際ちょっとね、水が通ってるか通ってないか、もう本当、ほとんどね、ノンウォッシュ状態ぐらいの、状態です。実寸も、さっき測ったんですけど、ほぼ40にあります。はい。これ、やばくないっすか？いや、間に合った。これ、すごくない？いや、すごい。はい。もう明日の入会日にぶち込みますんで。はい。これやばいっすね。42の、まあ、ワンウォッシュ入ってるかな。なんか42以上見える、まあ、うん。完品です。はい。お探しの方はぜひ。明日お待ちしてます。はい。締めの言葉は終わった？あ、まだっす。ああ。じゃあ、明日は、13時オープンですね。はい。ちょっとね、まあ、今、バットの野原が解説したと思いますけど、まあ、当然ですけど、1回の商品は大量入荷です。はい。まあ、アンド、フェイクアルファも、一緒ですけども、言うことは来週。来週ですか？はい。とりあえず、明日、ちょっとね、まあ、天気はいいのかな？今日はちょっと天気はいいですけど、いいね、明日は天気も、いいみたいなので、たくさんのご来店、お待ちしております。お願いします。お願いします。